剣、やっぱり近くで見るとすっごい技物だわ。リズベットは鍛冶師だったね。よかったら僕の剣手入れしてくれない？もちろんよ。はあ、氷みたいにすべすべつやつやしてる。さあ、私がもっとピッカピカにしてあげるわよ。この辺りは GGO か。砂漠地帯だな。エリアを移動すると全く別の世界になっちまうのか。頭が追いつかねえよ、本当。キリト君、ここが GGO 内のどの辺りかわかる？いや、見当もつかない。 GGO についてはそれほど経験がないってこともあるけど、そもそもマップがまともな形で再現されてるとは限らないからな。地理について俺たちの知識は通用しないと思っておいた方が良さそうだ。一つ疑問があるのだけど。なんだ？私たちの目指しているテストルームというのは ALO という世界に存在するのだったのね。それって今でも当てになるのかしら。様々な種類の世界が混在している。しかもその一つ一つの世界も大きく変化しているということなら、テストルームへの入り口が ALO 以外の世界とつながってしまった可能性もあるんじゃない？否定はできません。正直なところ、世界の混乱っぷりが想定を超えていて。あなた、目的地に転移する術式は組めないの？本来なら可能なはずなんです。システムコンソールにアクセスする権限はありますから、そこから転移コマンドを使えば。でも今はできないってことか？はい、皆さんと出会う前にシステムコンソールを見つけたので風化と試してみたのですけど、システム異常の影響かアクセスが拒絶されてしまって、風化もダメだったって言ってました。結局足を使ってテストルームを探すしかないってことね。すみません。謝らなくてもいいよ、ネージュちゃんの責任じゃないんだから。ま、そのくらいは織り込み済みだからな。こんな大混乱なかなか経験できるこっちゃねえし、これはこれで楽しめるってもいいよ。のんきで能天気な意見だけど、ある意味正しいのね。おお、クイネラさんもそう思いますか？興味深いのは確か。こちら側の技術も考えていたほど完璧ではないのね。技術だけの問題じゃないさ。発展の仕方が違うだけで、こっちの世界も人間によって運営されてるんだ。である以上、人の手による失敗や間違いは普通に起こりうる。その点、あちら側とこちら側は何も変わらない。まあ、まだ今回の原因がどこにあるかはわからないけどな。ん？あちら側とかこちら側って何？そうだ、ネージュ、テストルームの入り口って俺たちが見ても分かるようになってるのか？一般ユーザーからは隠されていますが、開発関係者が近くまで来ればマーカーが表示されるはずです。私か風花がいれば分かるかと。よかった、すぐそばにあっても見つけられないんじゃ困るしな。そういや、その風花はどこ行ったんだ？しばらく姿が見えねえけど。少し前に偵察に行ったよ。みんなに戦わせてばっかりだから、せめてこのくらいは役に立ちたいって。おいおい、大丈夫かよ。モンスター出たらどうすんだ。あいつ戦えるようなキャラビルドじゃねえんだよな。私もそれ心配したんだけど。平気平気、モンスター見かけたら襲われる前にすぐ逃げ帰ってくるからって。やっぱり一緒に行った方が良かったかな。ごめんなさい、すっごく自由気ままな性格なんです、あの子。私が忠告しても全然聞かないし、ある意味楽しそうな生き方だとは思うんですけど。一本道だから
このまま進んでいけばおそらく合流できるはずだ。とはいえもう少ししても戻ってこなかったら探しに行った方がいいかもな。どうしたネイジュ。いえ、少し先で戦闘の気配が。まさか。行ってみよう。人暴れするか。気合い入れろよ、霧の爺。キリト君、無茶しないように。今回は私に協力してもらうわよ、坊や。敵だ。ここの敵を全滅させるぞ。助けに入る？見た感じ、ゴブゴブってところか？そりゃ、加勢してやった方が。ありゃ？どうしたの、クラインさん？いやさ、あそこでメイスぶん回してるやつ、なんか見覚えがあるような。あれは、リズさん？それに、あのちょこまか動いてんのは、アルゴか？どうやら俺たちの馴染みの連中っぽいぜ、霧の爺。キリト？どうしてよ、怖い顔して。そんな、まさか、あいつは。あら、なるほど、あの子。キリト、どうするつもり？当然、助けに行く。みんな、ちょっと手を貸してくれ。おうよ。ええ、行きましょう。キーボー、いいところに来てくれたな。アルゴ、加勢するぜ。クライン様がいるのも忘れんなよ。おしゃべりは後よ。まずはこの魔獣たちの全滅に集中なさい。キャッチ！
引き込め。試してみるか。いい感じだ。次もこうだといいな。よし、片付いた。はい、終わった。援護ありがとう。いや、助かったわ。あんたたちも巻き込まれてたのね。見知った顔が揃うってのはホッとするもんだな。同感、合流できてよかった。お、みんな顔見知りなんだ。やっぱり君は必要な時に来てくれるね。なんとなく出会えるような予感はしてたよ、キリト。それにしても見慣れない格好をしてるね。どこかで着替えたのかい？あ、どうしたの？いや、なんて言えばいいのかわからなくなってさ。ああ、無理もないよ。こんな奇妙な世界に放り込まれたんじゃね。そういうことじゃなくて、そう、アドミニストレーターが存在しているんだから、ユージオがいても不思議じゃないんだよな。でもいざ顔を合わせると、どんな言葉を口にすればいいのか。様子が変だよ、キリト。どこか怪我でもした？いや、大丈夫。本当に何でもないんだ。
会えてよかったよ、ヒュージは。うん、僕も。あらあら、どうしたの？怖い顔。アドミニストレーター。え？どうしたの、ユージオさん。その人、今助けてもらった味方なんじゃ。恩を知らない坊やね。困ったものだわ。僕はあなたに。おい、どうしたよ。何の騒ぎだ。ユージオ、なんだ、喧嘩か。ユージオ、一旦落ち着け。キリト、一体どういうことなんだ。どうしてアドミニストレーターがここにいる。その前に、ユージオ、お前記憶ははっきりしてるのか。どこまで覚えてる。アドミニストレーターの顔がわかるってのは、つまり会ったことがあるってことだろ。わからない。彼女の顔は確かに知ってる。でもそれ以上思い出そうとするとなんだか記憶がぼんやりして。そうか、なるほどな。アドミニストレーターに対するお前の複雑な気持ちはすごくよくわかる。でも今はひとまず置いてくれないか。見ての通り、俺たちは今彼女と共闘している。おかしくなってしまったこの世界の状況を探るためにだ。だから頼む、ここは引いてくれ。少なくとも今は争うことを最優先にするべきじゃないと思うんだ。キリトがそこまで言うのなら分かったよ。すまん、ユージオ。あんたの方もそれでいいよな。私はそもそも穏便に済ませようとしてたわよ。こちらには争う理由もないし。よし、じゃあ初対面同士は自己紹介して情報交換と行こうか。うん、剣士でキリトって名前どこかで聞いたような。あ、思い出した。もしかしてバレット・オブ・バレッツ優勝者のあのキリトさん。あれ、でもあの時は確か F 型アバター、女の子だったような。いや、その辺の話はまた余裕のある時に。レンだっけか。君はつまり GGO から来たってことだよな。うん、来たっていうよりはGGO の世界がなんだかおかしくなったって認識だったんだけど、あなたたちはここに来る前に ALO っぽいマップを経験してるんだよね。だとするとやっぱりいろいろな VR ゲーム世界がつながっちゃってる。まあもう何がどうなってるんだかさっぱりだな。お？情報屋にしては弱気な発言だな、アルゴ。不理解できる情報がないってのは心細いもんだよ。開店休業状態だしな。まあ気持ちはわかる。俺たちがテストルームを目指しているのは依頼されたってのもあるけど、何か情報が得られるかもって期待もあるからだしな。あのよかったらそちらの皆さんも一緒に来ませんか。こんな状況だし、できる限り大勢で行動した方がいいと思うんです。モンスター対策も楽になるし、それになんだかタチの悪い PK が出たって噂もあったしね。ふむ、俺っちとしてはぜひお願いしたいな。異議なーし。私も。わかったよ、一緒に行こう。賢明な判断ね。あんたはちょっと黙っててくれ。そういえばもう一人いるんでしょ、キリトたちにテストルームまでの護衛を依頼したっていう。モンスターだけならまだしも、 PK も出てるって言ってたよね。その子大丈夫なの。ああ、フーカって言うんだけど。そういえば
姿が見えなくなってからかなり時間が経つんだよな。ユージオたちはどこかですれ違わなかったか？リーファさんやリズベットさんくらいの女の子なんですけど。いや、それらしい子は見てないな。もしかしてこりゃ何かあったか？そろそろ探しに行った方がいいんじゃ。お、何の話？のえ、お、人数が増えてる。にぎやかになったな。風花さん、ずいぶん帰りが遅かったけど何してたの？ああ、ごめんごめん、ちょっと偵察のつもりが遠出しすぎちゃって。遠出って一体どこまで行ってたんだよ。ちょっと静かに。ネイジュちゃん、どうしたの？多分、いえ、確かに聞こえた。あの、すみません、皆さん、私についてきてもらえますか？